はい、本日はね、こちら2代目麺屋芥川向かっていきます。前回ね、韓国屋台の美人ママのお店を紹介させていただいたんですけども、そちらのママの紹介です。はい。いやー、初めて行くんですけども、なんとね、こちらは何店舗か京都にあるんですけども、今日は2代目行かせていただきます。んで、こちらはね、店主の芥川さんが東京家系ラーメンの名店、武蔵屋中野本店出身。京都にも美味しい家系ラーメンを伝えたいということで、オープンされたお店ということなんですけども、いやー、初めて行くんで、非常に楽しみですね。ということで、今から向かっていきたいと思います。生まれも育ちも京都のおっさんが、京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。京都へおい出すどうミスター京都アッキーです。ということで、ね、やっていきましょう。今日はね、僕も初潜入のお店なんですけども、2代目芥川さん、横浜家系ラーメンのお店です。楽しみですね。場所はね、西大路通りをずっとね、上に上がっていって、桜の綺麗な平野神社、その手前をね、西にぐーっと入っていって、立命館大学の中央キャンパスのちょうど真ん前にありました。はい、いやー、これは大学生にね、人気があると思いますわ、やっぱりね。いや、がっつり系で非常に楽しみですね。ということで、今から初潜入していきたいと思います。そうしたら行ってください。ゴーゴーゴー、トリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。ということで、場所なんですけど、もうほんまに立命館大学衣笠キャンパス中央広場の真ん前です。はい、ここ正面が入り口なんやけど、ここにあるんですよ。いや、これ場所むちゃくちゃええやん。これ2代目芥川さん。よし、ちょっとね、まだ時間前なんで待ちますけど、はい、もう外からいい匂いするわ、豚骨の。じゃあオープンしたんで行ってくるぞ。初潜入じゃ。よし。よっしゃ、そしたらね、いろんなのがあるんやけど、今日は海苔と肉を増やそう。よし、もうさらに海苔玉ラーメンから海苔を増やして、これでチャーシュー増やして、これでご飯おかわりして、これでいくぞ。ということで、本日は、芥川さん2代目なんですけども、初潜入です。いや、本格的な家系ラーメンを楽しめるお店ということで、非常に僕自身も楽しみなんですけども、もう贅沢にね、味玉ラーメン、それに肉を増して、さらに海苔を増して、ほんでご飯はおかわり自由です。まあ、いっぱいしか食べれへんと思うけども、はい、盛り込んでいただきますんで、よろしくお願いいたします。先だぞ、ご飯まずいくぞ。家系といったらご飯やろ。はい、ほんでこちら味玉ラーメン、それにチャーシューをさらに増して、ほんで海苔を増しました。こんな感じになりました。すごいボリュームだぞこれ。よっしゃ、ということで食らっていきます。うわー、むちゃくちゃいいね。これ濃厚なね、豚骨の香りがね、すごい漂ってますけど、これはまさに家系特有の脂の乗ったスープです。味見！たまらんね、この口の中に広がる豚骨汁、これたまらんね。うまっ。スープが止まらない、それぐらいうまい。レアチャーなのかな、レアチャーシューっぽいですね。これほんまにうまいわ。このね、ピエテラメは安い、ボリュームの割にすごい安いんだよ。俺らこの麺見てください。これが特有のね、短めの、中太麺です。うわ、うまそう。いただきます。家系はね、麺が短いんでバキュームしにくいんですけど、とりあえずいきますよ。ほら、麺バキュームじゃん。ちょっと平打ち入ってるんで、この豚骨スープをね、ぐいっとね、引っ張り上げてくる麺、うまい。よし、ほんなら、この辺で味変いきます。で、こっちに行きます。こっちもちょっとやってみやっぱりね、家系ラーメンはね、ご飯が進むね、これ。うん。味玉もよう味が染みてうまいわ。海苔増しにして大正解。びっくりした。芥川さんのビーフラーメンいただくの初めてでしたけど、ほんまに感動的な味でした。いやー、ご飯おかわりしたかったんですけど、今日我慢します。ちょっと最近食い過ぎなんで、はい、ということで美味しかったです。ごちそうさまでした。完食しました。うまかった。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日は2代目芥川さん初めて行ってきましたけど、むちゃくちゃうまかったね。はい、場所はね、ほんま立命館大学の目の前なんで、むちゃくちゃいい場所ですね。はい、これ学生がね動き出したらもうすごい並んでるんちゃうかなと思いますけども、ほんまに本物の家系ラーメンで、米もガンガン進んでね、素晴らしかった。いや、このラーメンは俺好みですよ。はい、むちゃくちゃうまかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。おろしゃ、うまかったです。最後でした。